続きまして美浜区町内自治会連絡協議会会長、千葉市町内自治会連絡協議会副会長を務められておられます鳥越正則様です。鳥越様はお住まいのマンション管理組合理事長、自治会長などを長く務められ、震災後は自ら陣頭指揮を執り、行政と連携し、地域の復旧のために積極的に活動されました。続きまして、淑徳大学サービスラーニングセンター長の石川則文様です。石川様は淑徳大学を卒業され、卒業後はホテルでの勤務を経て、平成21年から母校の淑徳大学で勤務し、大学と地域との連携事業を担当されており、震災後は千葉県、宮城県、岩手県の被災地を訪問し、支援活動をされております。続きまして、花見川区保健福祉センターの伊藤千恵子主任保健師です。伊藤さんは平成11年に千葉市に入庁、保健師として保健福祉業務を担当しておられます。震災後の3月28日から4月3日までの1週間、大槌町に派遣され、避難所において被災者の健康相談などを行いました。コーディネーターは熊谷市長が務めます。それでは熊谷市長、よろしくお願いします。ではコーディネートを務めさせていただきます。ちょっと拙いかもしれませんが、お許しをいただければと思います。本当に宇佐さん、先ほどは臨場感のある講演を本当にありがとうございました。非常にですね、我々もその東北にいるようなですね、そういう感覚すら感じさせるほど、こう胸にくるようなお話をいただきました。そしてまたコミュニティの復興にですね、いろんな形で、携わっていただいているいらっしゃることもですね、改めて実感をさせていただきました。このコミュニティと震災について考えるパネルディスカッションでありますけれども、まずですね、このお一人お一人から当時のですね、体験談、それから震災の支援に当たった方はその支援の体験談をお話をしていただいて、その中でですね、見えてきた課題についてお一人5分ずつお話を頂戴できればと思います。まず宇佐さんの方から先ほど講演をいただいたわけですが、最後の方まだお話をしたいこともあるのではないかというふうに受け止めさせていただきましたし、また今日は千葉市から多くそういう意味で来ておりますので、ぜひですね、今回の体験の中でですね、我々に伝えたいことについてですね、よろしければそれも合わせてお話をしていただければと思います。どうぞお願いいたします。私自身釜石でいろんな防災計画なんかにもと携わったことがあります。 でもその防災計画っていうのは平時の計画なんですよね。こうあるべきかって、普通の車が動き、普通に歩ける、そして港に船が着きやすい平時での計画ですから、何があったらあそこに物資を運ぼう、でそういうことを基準の上で想定しながら計画を作っていた。で住民の人たちも一生懸命それにとって訓練を、万事の備えで訓練をしてたんですが、でも今被災して起こっているのはですね、例えば防災計画上に基づいて避難をしなさいというところが瞬く間に津波で流され、そこに避難をされた方が何十人となく亡くなっているって行方不明だっていうことはですね、やっぱりこれは想定外の被害には到底通常の防災計画っていうのは役に立たないっていうのをですね、その被災地で現地でこうつぶさに見てます。そういう時にですね、じゃあ被災者はどうしようか、
行政はどうしようかということは、やっぱり私は行政が全てをやってくれる、社会福祉協議会が全てをやってくれる、そういうことを期待するっていうのは無理だと思ってます。そのために町内会、いろんな組織、それが日々機内があったときに、先ほど市長さんが神戸で一番早く行ったのは、地域の人たちが瓦礫の処理に行って埋まってる人を救い出した、やっぱりそういう気持ちをですね、常に日々持つことが本当に基本かなって、そういう思いを持ちながら 3.11 以降現場にこう立っております。やっぱり人に頼るっていうのは、先ほど話をしたんですけど、私たちは行政に頼ったり、他の人を、あの人が救ってくれないから、いろいろ相手を、誰かを悪口を言いますけど、悪口を言って解決するんじゃないと思います。やっぱりみんなが生きていくって、みんなが地域を救ってくれていくって、そういうことが基本かなって、人と手をつないでいくって、やっぱりそこが一番、なんですかね、震災に遭った時に大事なことかなと私はこう強く感じました。すいません、まとまりのない話で。ありがとうございます。まあ、私も全くよくわかります。平時の計画というのはですね、どうしても有事を想定していないときに、動かないということ、これは我々行政でもですね、実はやっぱり消防だとかですね、そういう普段から有事で動いている組織っていうのは今回も非常に有効に動いたんですけれども、そうではなくてマニュアルベースで普段は行動していない組織っていうのはどうしてもですね、我々は反省が多かったというところがあります。それからもう一つは、行政がやってもらうというその期待が過度ではいけないというお話もございました。これはですね、私が市民の側から行政の方に入ってすごく感じるんですけれども、行政は当然ですね、行政の限界というのを言えないんですね。自分たちが必ず助けるとは思わないでくださいよということを市民に言うとですね、税金泥棒っていうふうに言われますね。ですから行政の方は自らは、いや何があっても我々は頑張りますっていうことしか言わないわけですけれども、しかし私はですね、行政もやっぱり言葉を選びながらではありますけれども、やはり限界もありますということはですね、言わないとですね、あ、自分頑張らないといけないんだっていう気持ちもなかなかならないと思うんですね。そういう意味でお互いのその意識のズレというのもですね、私はこういう大規模災害の中で見えてくるんではないかなというふうに思っています。そういう中でですね、遠くの方に支援をされた中でコミュニティの重要性も非常に認識をされたというふうに私自身も意見交換をする中で伺ったことがございますけど、淑徳大学の石川さんの方はですね、どういう支援も含めた体験をなされて、どういうふうな課題について気づかれましたでしょうか。はい、石川です。どうぞよろしくお願いいたします。私は実は岩手の人間でございまして、2年半前から千葉の方に単身赴任しております。もともと大学がこの淑徳大学でしたので、大学生活の時は千葉に住んでました。で、何十年かぶりに千葉に戻って今生活してるんですが、私の活動っていうのは大学の活動と、あと岩手の人間なので岩手に戻ってやってた活動とあるんですが、最初に大学の活動を紹介させていただきたいと思います。私の淑徳大学では石巻市の雄勝町っていうところがあるんですが、昨日のニュースでバスが公民館の2階から過ぎ去って降ろされるシーンありましたよね。あそこが雄勝町というところなんです。雄勝町の公民館なんですが、あそこのあれを毎日見ながら避難所に帰ってたんですが、その先に大須っていうところがありまして、そこの避難所で、支援活動をしました。4月の末から5月いっぱい、6月の最初の頃までやったんですが、延べ学生500名が来ました。で、私どもの活動っていうのは午前中は大体瓦礫の撤去で、午後は、避難所の夕食作り、1日2食ですからね、朝伝ってお握りと
味噌汁だけで、夜がちゃんとした料理を作ろうということで、まあ、私どもが行った5月というのはだんだん食料事情が良くなっていった頃なんですが、で地元のお母さんが、まあ、地区ごとに交代で食事作りするのを我々学生と私のような教職員が行ったものが一緒に苦悩して展開して、で、避難所の体育館に届けて、その後その一緒に食事をお手伝いしたお母さんたちと、まあ、お母さんたちというのは被災者なんですが、お母さんたちとお話をするしながらその食事をいただくというようなことをしていました。その中で僕印象に残った一人の女子学生がいまして、彼女は活動に参加した何日目かにですね、瓦礫と呼べない、あるいは瓦礫じゃなくて生活、被災した人の住民の生活のもの、そのものじゃないか、それを瓦礫なんて呼べないと涙ながらに言ってた女子学生がいました。私も胸にずっと響きまして、いまだにその通りだなと思っていろいろな場で紹介させていただいているんですが、やはりこれは学生、行った学生っていうのはその後の生活も学校生活も本当に変わりますよね。やはりその現場に立って被災者と直面して毎日過ごしていると、その自分たちが何で勉強しているのか、何で生きているのか、じゃあこれから何をすればいいのか、そういうことを真剣に考えるようになって、行った学生にとっては大変な財産になったのではないかなというふうに思います。それに感じたのはですね、千葉市と大体同じ広さの被災地はどこかというのを私調べました。そうすると陸前高田というところがあるんですが、町が本当に持っていかれたところ、あそこの広さと千葉市の広さっていうのは面積と大体同じなんですね。陸前高田の 1.1 倍が千葉市なんです。じゃあどれくらいの人が住んでいるかっていうと、千葉市は96万人ですね。陸前高田は2万2000人です。ですから、人口だけで言えば、陸前高田の47倍の人が千葉市に住んでいるわけです。で、じゃあ人口密度を調べてみると、陸前高田の41倍の人が千葉市には住んでいます。ですから例えば1キロ平米に1人しかいないとすれば、そこに千葉市は47人住んでいる。もっと分かりやすく言うと、1平米に1人が陸前高田が住んでいると、そこに千葉市は41人住んでいるんです。こういう陸前高田の被害を見てると、じゃあ千葉でこういう災害が起きた時どうなるのかっていうことを考えてしまうんですね。で、私は岩手からこちらに来て感じたことがいろいろあるんですが、その中で被災地っていうのは道路が広いですよね。みんなね、人口の割には道路が立派にできてるんですよ。ですから人が一人っ子、普段歩いてないようなところでも歩道がしっかりしてたり、道路幅が広かったりするんですが、これを千葉に当てはめると一部のところ広いですよ。確かに幹線道路広いんですけど、ほとんど住宅街に行くと車一台やっとすれ違えないところたくさんありますね。で、この前も千葉市で見かけたんですが、消防車がですね、入ったら出てこれないようにっていうのはこの前見てて、私の大学の近くの住宅街ですね、近くて火事があって消防車入れないっていう、大型消防車入れない、じゃあ中型でやっと入ったんだ、今度は出られないというようなことがありました。そういうところにたくさん人がいる、車いる。で、被災地いろいろ回ると道路は動脈なんだなと思いました。動脈がしっかりしているから被災地に向かう車も人も行けたんですね。ところが千葉で同じような災害が起きたら、そこへたどり着けないというケースがたくさん生まれてきます。私脅してるわけじゃなくて、本当にこれが首都で直下型の地震が起きた時、じゃあ千葉大丈夫だろうってついつい思っちゃう。そういう、あともう一つは地域コミュニティの心のつながりっていうのは絶対田舎の方が強いじゃないですか。被災地行って被災地があれだけの人が助け合うことができたのは、あれは地域だからであって、じゃあ千葉で同じことが起きた時にそういうお互いの人が助け合うことができるかっていうと、そうじゃないと思うんですね。
田舎ってやっぱり、私も田舎にいましたから分かるんですけど、顔の見える社会なんですね。で、隣に誰が住んでるか、あの何を隣の息子が何を仕事してるかって、そういうのみんな分かり合える社会なんですね。都会はそういうわけにいかないですね。で、そういうコミュニティっていうのは、やっぱり小さいコミュニティっていうのをどんどんこう充実させていかないと、何かの時に助け合うことができない。さっきあの行政のには限度があるって言いましたけど、住人にも限度があるわけですよ。住人がお互いに絆っていう言葉はあまり僕は好きじゃないですけど、あのみんなが助け合うっていうのは人間として当たり前の心をみんなで地域で持ち合わせたら、それこそ何か起きた時にお互いに助け合うのではないかなというふうに思います。ちょっと時間がなくてきたので、僕はあの今回の災害を通じてあのたくさんの友人知人を亡くしました。こういうことをこれから考えるとき、他人事と思うか自分のことと思うかの差だと思うんですね。あれは被災地で起きた話で自分は関係ないんだと思うのか、じゃあ自分のところでこれが起きたときに自分はどうやって自分を守れるのか、地域を守れるのか、家族を守れるのか、そういうのを考える、自分の問題として考えることの必要性があると思います。で、あのさっきの牛澤さんのお話もありましたけど、救援物資の量より人の心って話がありました。僕もそう思います。人を救えるのは人なんです。人に手を差し伸べられるのも人なんです。やっぱりそれは現場に人が行って直接的に人に触れる、そういうことが大切なんではないかなと。こっちで考えてて、テレビでとか新聞だけで情報が出ても分かりません。やっぱりそれは現場に入らないです。僕は学生たちに観光気分でも遊びでもいいからまず行ってみろって言ってます。千葉県内のあの私立高校は修学旅行を沖縄から、被災地に帰ったんです。こういう動きってすごくどんどん広まってもらえないかなというふうに思っております。まとまりませんか。ありがとうございます。私もあの被災地に東京に行った時にも石川さんとも現地のお話をいろいろ伺ったりですね、意見交換もしたんですけれども、まあ、非常に学生にとってはですね、非常に大きな経験体験だというふうに思いますけれども、その中で、まあ、リフゼンタガタとの比較の中で人口密度のお話や、まあ、道路の話がありましたけれども、これは私もですね、神戸の体験をしたものとしてですね、この千葉市の中でも非常に密集市街地があってですね、そうしたところがまあ火の海になってですね、全部焼け野原になってしまったのを私は今でもそういう記憶がありますので、千葉市内でもですね、そういう密集市街地ということで指定をされている地域がやはりあるんですね。我々はそういうところをまあ改善をしようとしておりますけれども、そういう意味ではこれはもう住民自身がですね、やろうというふうにまあ言い出さなければ当然これは行政がやろうやろうと言ってもまあできないわけでありますけれども、大事なことはですね、我々千葉市の場合は津波もこれは考えなければいけませんけれども、一番大事なのは首都圏直下型地震による、建物の崩壊、生き埋め、そしてそれによる火の手が上がって火の海になって町を飲み込んでしまうということが一番我々が気をつけなければいけないことなんですけれども、そういう意味ではですね、密集市街地、道路が細いという方はどういうことが起きるかというと、消防車が入っていけないというの と同時にですね、道路が渋滞をしてですね、そういう消防車や救急車が入ってこれなくなる、1日ぐらいは十何時間は入っていけない、そういう中でやらなければならない、そういうリスクを抱えている地域であるというですね、そういう認識も地域住民自身がですね、まあ、持たなければいけない、まあ、そういったところもですね、やはり、石川さんの方から自分の問題としてというお話ありましたけれども、どういう結論にあるにせよ姿勢を自分の問題として考えることが必要なんだろうというふうに思っております。それから、遠くの方に、支援に行かれた伊藤健さんの方に伺いたいんですけれども、実際その応援していく中でどういうそのエピソードなりですね、お話があったのか、もしくはそういった中でですね、いろんな感じること、課題として認識して見えたことなどについて少しお話をしていただいてもよろしいでしょうか。はい、波川で保健師をしております伊藤千恵子です。今日はよろしくお願いいたします。
活動の方はですね、私は3月28日から4月3日までの7日間、大槌町のキリキリ地区で、しておりました。千葉市では、計24班8月13日まで派遣しておりましたけども、その初期という形になります。で、私の頃は釜石保健所に、車でキリキリから40分ぐらいの距離なんですけれども、寝泊まりをしまして、保健師2名、事務職員1名の3名チームで活動をしていました。で、毎朝、県の、保健所の県の保健師さんから情報をもらって会議をやってから出勤という形の活動だったんですけれども、本当にこう電気ですとか電話もない中、街の中を車を走らせていくというような活動をしてました。で、キリキリ小学校拠点に計4カ所の避難所を健康管理を仕事としてやっていたんですけども、キリキリ小学校にはですね、対策災害対策本部というのが、自然に、町の住民の方がその日の夜に立ち上がったと聞いているんですけども、詰めておりましたので、夕方にはそこで健康管理、今の保健所、避難所の健康状態の報告をしたいということで、地区の方ともやり取りをしながらやっておりました。で、まだまだ寒い時期でしたので、インフルエンザですとか、感染性の胃腸炎というのが蔓延すると本当に抵抗力のない方たちが多いので怖いということで、感染症管理の方には大変気を使ったりもしていましたけれども、待っているだけではなかなか本当に具合悪い方というのは来てくださらないので、避難所の中を回りながら、赤い顔をしている出ている方がいれば、診療所の方にお誘いしたりというような活動をしていました。キリキリ小学校にはディマットという災害派遣医療チームが診療所を開設していましたのと、初期から心のケアチームという、チームが来てましたので、精神状態の悪い方、不眠の方ですとか、お薬切らしても具合の悪い方はもう進めて、医療を受けていただいてましたけども、そのうちあの地域の方から在宅でも具合悪い方がいるんですよという話をいただきまして、家庭訪問も行うようになりました。で、在宅の方、非常に遠慮がありまして、ご家族が寝たきりの、痰も吸引しなければいけないような方をひっそりと一人で介護していたというようなことも事例としてありまして、なかなかやっぱり声っていうのはいらっしゃる方だけ聞いてては、いけないんだなというのをとても実感しました。で、そういう時に県から毎日情報をもらって活動はしているんですけども、今思うと一番やっぱり頼りになって正確だったのは地域の住民の方からの情報だったなというのをつくづく感じます。DMAT っていうその医療機関との連携も行いましたし、地区住民の方との連携も行いながら、活動をしていたんですが、その中で見えてきた課題としましては、だいぶ薬が揃ってきた時期ではあったんですけれども、まだまだ2日分しか薬が出せない中ですね、具合が悪いどうしようっていうことで診療所をお誘いしても、普段ご自身がどんな病気でどんな薬飲んでるかっていうのが分からない方が非常に多かったんですよね。で、やっぱり薬の少ない中、効果的に治療や医療を進めていくのに、ご自身の体に敏感になっておいていただく必要があるのかなというのもとても感じました。あとは先ほど須田さんのお話でも津波の体験のお話ありましたが、皆さんお金少なかい津波ですとか、ご家族亡くなられた体験をしていますので、やっぱり気持ちが不安定だったり、先の不安ということで、気持ちがふさぎ込み地だったりというところで、お熱出された方なんかを隔離を説得するんですけれども、個室に休んでいただくようにお話をするんですけども、暗くて狭いところに寝るのは嫌だと、一人で寝るのは嫌だということで隔離を嫌がる方が大変多かったです。で、そこをとっても苦労しましたけれども、最終的に説得に加わってくださったのは地域の方でですね、やっぱり顔見知りの方が、私一人が言ったんでは全然応じてくださらなかったんですが、お顔見知りの方が、あ、この人旦那さんで、ね、亡くなったんだよって、一人で今避難してるんだけども、隣の避難所には、兄弟がいるって聞いてるから言っとくよって、兄弟に言っとくよって、だから安心して休みなよって言ってくださったことで、隔離に応じてくださったっていうエピソードがあります。私たち専門職ですけども、知識と技術はあってもですね、やっぱり活動していくのに地域の方の声ですとか情報っていうのは本当に不可欠だなっていうのを感じました。ありがとうございます。このキリキリ地区は本当にすごくてですね、避難所を本当に当日自らの
人間で立ち上げた行政だけではなく、あの行政に頼らずに自分たちで立ち上げて、それが結果的に一番いい避難所運営をされたということで、私もあのキリキリ地区見させていただいて、その対策本部の方々ともお話をしましたけれども、当日ですね、あのガソリンが足りないということでですね、あのそういうガソリンのスタンドからですね、油を取っちゃうということまでですね、してですね、電気がそこだけはエンジンを回して発電できたという、まあ、そこまで自分たちで責任を持ってあるし覚悟を持ってやってたという、まあ、そういう特殊な地域なんですけれども、実は我々はあのまさに伊藤健さんおっしゃっていただいた通り、結局行政が避難所に張り付いたとしてもですね、結局利害調整はできないんですね、そこの地域の住民間の。そういう意味ではですね、避難所も地域の人たちがある程度コミュニティをそこで作っていかないとダメだと。で、我々そういう経験をもとにですね、戻ってきてからですね、避難所は、そういう意味では地域の人たちが立ち上げられるモデル地域を作ろうということで、今そういうスキームも進めております。まあ、そういう中でですね、まあ、いよいよこの美浜区の我々千葉市の中での被災地の話にまた戻ってくるわけですけれども、あの先ほど伊藤健二の方からも、薬自分たち分かってる人少ないと、そういうこともですね、あの普段そういうものを書き留めてもらって冷蔵庫に入れてもらうような取り組みを含めて、自治会としてそういうことも含めてやってらっしゃる、鳥越会長の方からですね、被災地のその当日その後の状況であったり見えてきたものについてですね、我々千葉市にとって一番身近なお話になると思いますけれども、お願いできますでしょうか。鳥越でございます。よろしくお願いいたします。まず一番あの3月11日直後にですね、感じたことは、自分たちが一体何ができたんだろう、それから何をしておかなければならなかったかという反省ですね、そういうことを含めて感じたことをお話したいと思います。まあ、私のことですが、当日私はあの水曜日の夜中からですね、歯が痛みまして、ちょうど木曜日が歯医者さんのお休み、金曜日の朝一番でですね、午後一番の予約を取りまして、ちょうど3時からなんですから2時半に歯医者行きまして、ちょうど15分ぐらい待ってから先生がですね、鳥越さん今日はもうお客さんもいないから、そろそろ鳥越さんの歯もだいぶ痛そうだから治療しましょうと、立ち上がった途端にあの、地震が来たわけです。で、私としては割とあの時に落ち着いていたと思うんです。玄関のところの柱に捕まってまして、外を見ております。ところがあの長い揺れの中にですね、バリバリっていう音がしたと思いましたら、その病院がですね、あの家屋がですね、30センチ土台からあの持ち上がったので、いやこれは相当あの偉い地震だなと思っていた時に、前のコンクリートが、コンクリートの道路約幅が20センチ奥行きがそうですね、14、5メートル裂けました。バリバリっていう音と同時に、でちょうどもうそのうちに液状化等電、起きる、それから、車もその溝の中にですね落ち込むというような事態を見ながら、早くに、まあ、治療していただかなきゃならないということで、先生右往左往したんですが、早くにこちらが歯が痛い、配ってんだから治してもらえるんだけど、先生の方もやっと気がついて治してくれた。そんなことで、まあ、その、病院から、家までは5、6分かかるんですが、その間、まあ、歩きまして歩道からもう液状化が出てる、学校の方も避難者が、集まってにもかかわらず校庭にも、液状化が発生してたと。で、家あの自分のマンションの方へ着きましたら、ちょうど公園の方にですね、暗闇に自分のところの住まいのマンションの人が集まってまして、私の顔を見るのに、会長どこ行ってたんだと、この大事な時にですね、家いなくて、その電話をしても嫌しないし、迎えに行っても鍵がかかってる人たち、どこ行ってたんだとか、いや、実は歯医者に。というような、本当にあの笑い話みたいなことなんですが、そういうことを言われながら、自分の、マンションの被害状況を調べたんですが、その中で一番感じたことはですね、本当は自治会が一番最初に、特急ですとか障害者、そういう人たちのですね、安否の確認をしなきゃならない、山ほどあるんです。ところがそれはあの皆さん方、ご承知の方もいらっしゃるかもしれません。あの磯辺には、福祉協力員ネットワークという組織がございます。でその人たちが、見守る方、見守られる人というような関係で、見守るその福祉協力員の方たちがですね、
自治会に代わってそういうドクテロジー、それから障害者の方、普段それから見守られている方のですね、安否を命一番に確認をして、報告してくれたということについては本当に私は感謝しております。それからもう一つは、月曜日の朝に、結局もう土曜日曜はいろんなことがあったものですから、月曜日の朝から液状化の、撤去を始めたんです。でその時に、まあ、約15、6人の方が手伝いをしてくれたんですが、普段顔を見せたことのないような方までですね、その中に参加してくれました。で中にはですね、高校生の女の子が一人来まして、家の者は手伝いがいかないものですから、私でよろしいでしょうか、私でできることがあったら言ってくださいと、そういうような、女の子も来まして、本当に、そういう点では、感激しました。で、私どもではマンションの方は割と建物にはほとんどあそこのマンションというのは、そんなにはなかったんですが、やはり各敷地については液状化が大変ありました。で特に、7丁目、8丁目、そちらの方ではもう、段差が30センチぐらい、落ち込んだとか、それから液状化の砂でもってですね、道路が全然山のような砂をですね、取り出してたという状況の、中で一番私どもが、感じたことは、そのあれだけの被害があった磯辺の中でですね、それだけの被害が、起こったんだという認識した人が、してない人がですね、割と多かったということですから、縦の連絡はあったにもかかわらず横の連絡がほとんど取れなかったというのが一つの欠陥だと思っております。そういうことで磯辺の地区連ではですね、地区連の中に、災害の、急遽な連絡網というのを作りまして、連絡会というのを作りまして、一応、28の自治会、それからその中に25の自主防災があるんですが、そういう人たちに一応最初からですね、もう一度、防災というものを考え直そうというような、動きを実際やっております。今度も、3回目の、会合を開いた中にですね、市の方からの出前講座、防災についての出前講座も行いました。それから今、市で行っております避難所の、マニュアル、これは小学校、中学校、高校のですね、避難所のマニュアルを作りまして、それを今検討している最中です。でそういったことをですね、交えて、地区連そのもの自体をですね、もう一度勉強し直そうというふうに考えております。で一番やはり肝心なのは、各自主防災にしても立派な快速があるわけですね。ところがそれだけの立派なことが書いてあっても実際に起きた時に何にもできないと。ですからやはりいざという時には、組長さんなりが、強く、まあ、独裁的なものであっても結構ですけど、即断即決でですね、住民をどういうふうにさせるかということの訓練は常時しておかなければならないということはつくつく感じております。そしてもう一つ、ちょっと時間があるかもわかりませんが、私は大変、反省していることは、一月ぐらい経ってから千葉の社会福祉協議会の会長さんをお見えになりました。で磯辺では、まだ、議場が残っているので、ぜひそれを、撤去したいんだと、それで会長さんの許可を得たいというんで、まあ、すぐ手配をしたんですが、4月の23日、24日、2日間にわたりまして、ボランティアを募ってですね、その液状化の砂の撤去をやったわけですが、23日には、市長様もお見えになりまして、磯辺の一級の体育館で発会式を行いました。ところが、初日が80人、2日目が80人ぐらいのボランティアがお見えになったんですが、その中に悲しいことにですね、磯辺の方がほとんど入ってなかったというのが一番のやはり残念なこと。やはりこういう時にはですね、本来ならば33地区連協が自分たちで手でですね、そういう人たちの被害の適量化をですね、
除去しなきゃならないということをやらなければいけない、一番最初に思ったことがですね、そういう社長さんのお手を煩わさなきゃならなかったというのが私の反省点でございます。以上ですが、ありがとうございました。非常に足元のお話として貴重だったかというふうに思っております。まさにですね、この足元の意外とここが抜け落ちちゃうという話でもあったかと思うんですけれども、実はですね、こう震災があって絆コミュニティが大事だとあれほどテレビでも言ってるし、みんな口々に言うんですけれども、実はですね、じゃあ自治会の結成率が上がってるかっていうと、この1年間大して変化もありませんし、自主防災組織がじゃあ活発に結成がされたかっていうところも増えてないわけです。消防団は相変わらず高齢化で悩んでるということでですね、あれということなんですね。遠くにボランティア行く方もいっぱいいると、それはそれで大変素晴らしいと。実はですね、この足元のところがですね、実はやっぱりですね、抜け落ちちゃうケースっていうのが意外と多いんですね。そして震災の時、いざという時の隣近所ネットワークっていうのは結局飛び越えられませんから、そういう意味ではですね、我々の課題というのはこれだけコミュニティ絆と言われながらも、しかし足元のコミュニティは意外とそんなに深まっていないと、今まで頑張っている人がもっと頑張っていただいているだけのような、そういう感じすら、あるという中でですね、ちょっと震災とコミュニティ再生についてどういうふうにしていけばいいのかという話、ちょっとですね、実はですね、皆さんこう思いがいっぱいあってですね、だいぶ時間が押してしまってですね、これもう残り時間だいぶわずかになってしまったんですけれども、少しですね、そういうあたりについてですね、パネリストの方々にちょっと伺いたいと思いますけれども、ちなみに先ほどお話しいただいた鳥越さんの方からですけどね、そういう意味では、自治会長もしくはその自治会長を束ねるその、宮間区の中での区連協の会長としてですね、住民の方々に、どういうことをですね求め、そしてどういうふうにそのコミュニティ再生をしていかなければいけないというふうに思っていらっしゃいますか。ちょっと 2,3 分でまとめていただければ、ご多分におれずは一緒でもですね、大体自治会長さんというのが高齢者がほとんどです。で、若い方がそうですね、28の自治会の中で2人か3人ぐらいしかいらっしゃいません。やはり一番の問題はですね、皆さん任期が大体1年なんです。で、やはり、どっちかと言いますと大変失礼な言い方をすると、1年間自分が首を、神さんじゃないんですが首を引っ込めてですね、風が通り過ぎていって1年経てばはいさようならということで、そういうような大変失礼な言い方をすると気持ちの持ち方の人が多いんではないか。いかにですね、今自治会としては若い人たちをその中へ踏み入れて、自分たちの、代替わりを、要請していくかということが一番大事だと思ってます。ありがとうございます。これはですね、私も自分自身も自治会役員やってましたから分かるんですけども、やっぱり1年交代というよりはある程度ですね、中心となってやる人たちがいるところとはやっぱり全然違うんですよね。これは市長としてもいろいろ自治会見てて感じるわけですけれども、この若い人を入れていくというのもこれも本当にですね、課題の一つだというふうに思っています。そういう意味では学生という一番ある種若い人たちを見ているですね、石川さんの方からですね、そういう若い人たちも含めてですね、このコミュニティを再生していくためにはですね、どういったことが課題として方策としてあり得るか、ちょっとお話をしていただければと思います。はい、私はさっき千葉市と陸前高田の比較したんですが、地域住んでる人のやっぱり愛着度とか密着度っていうのは全然違うと思うんですね。で、やっぱりそのさっきからお話いろいろありましたように、その地域のことは地域のこと、地域の人が解決するっていうシステムを作っていかなきゃいけない。で、そこに学生が加わって、学生は今回ずっと見てて学生の潜在能力ってすごいなと思ったんですよね。またその感じる力もすごいなと思ったんで、そういうところに学生巻き込んでる、あれ休んでなくても、例えばうちのような大学、市内には他にもたくさん大学がありますから、そういう大学を巻き込んで地域づくりをするっていう、私は今白旗を活性化しようっていうのを学生たちとやってるんですけど、やっぱり地域の人と中へ入り込むとやっぱり地域の実情もすごく見えますし、でそういうことをやるとやっぱり愛着度、密着度、やっぱり役員や地区の役員なんかやってる人とやっぱり地区を詳しく知ってるとか地区のことを好きだから、
で我々もやっぱり千葉に住む以上は千葉のことをもっと愛しましょうよ。千葉に住んでる千葉の、例えば私は白旗ですけど、白旗を好きになりましょうよ。自分の地域をどんどん好きになって、どういう人が住んでるのか、本当にネットワーク広げる。で、僕、被災地入ってて感じたのは、ネットワークの強さ、弱さなんですね。例えばね、ある大船渡の福祉施設で、そこの施設は日頃から全国とネットワークを持ってるんですけど、3月の11日審査を受けて、2週間後には、熊本の同じような施設の人が助けに来て、人だけじゃなくて物まで持ってきてやってるんですね。そうやってネットワーク強いところって物も情報も人も入ってくる。ところがネットワークないところってなかなかそういうの入ってこない、置き去りされちゃうんです。ですからそれは地域でもそうだと思います。地域でやっぱり日頃ネットワーク持ってるところっていうのは避難所行っても、ね、連帯意識が強いですね。ところがそうじゃないところっていうのはもう生きりたくて、3月の後半なんか避難所、さっき伊藤さんにも聞いたんですけど、避難所大変な騒ぎだったんですよ。みんな騒いで、あれ、ああしてくれ、こうしてくれっていう緊張度がすごい高い時期があったんですよ。それでだんだん時期について、時期がつれて落ち着くんですが、やはり日頃からそういう地域を愛する気持ち、つながり、そういうのを持っていくっていうのが、そういう震災が起きた時も、それを最初に認める力なのかなっていうふうに。ありがとうございます。そういう意味で愛着、その自分のその足元に対するこの気持ちですよね。そこがやっぱり変わってくるということ。それから学生の方々もうまく入れていけばという話でしたけれども、これは実際その通りだと思うんですね。まあ夜間とかに起きれば別ですけど、昼間にですね、地震が起きた場合っていうのは、そこの地域でいざ活動できる人っていうのは、決してそこに住んでる人たちだけじゃなくて、働きに来ている人とか、もしくは通いに大学とかに来ている人も実はですね、その瞬間は地域の人になるんですね。そういう意味では我々千葉市もですね、例えば消防団とかの条件に住んでなくても、その地域で通ってる会社の人とか、もしくは学生も OK にしたりとかしていて、実際淑徳大学では初めてですね、淑徳大学の学内で学生だけの消防団を結成している。これは全国で初めてのケースなんですけれども、そういう意味では我々もですね、もっともっとその住んでる人イコール地域の人っていうところから一歩超えてですね、それぞれの役割分担をしていくってこともですね、これは私たちに大事なことじゃないかなというふうに思います。それからそういう意味では地域としてきれいに、まとまってたキリキリの地区を、ご覧になっている伊藤さんの方から、ちょっとその、コミュニティキリキリで感じたことっていうんですかね、こういう普段こういうことしてるからこういうことができたんだとか、そういういろいろお話をされてたと思いますので、少しお話をしていただいてもよろしいでしょうか。キリキリは本当に隣近所のつながりっていうのは、もう1週間いただけでも感じたんですけども、やっぱり名簿も ない中だったんですが、やっぱり名簿をこう紙でなくてもいいんですけど、この方はどこの誰だということと、この方はじゃあここに誰と住んでいて、今誰はどうなってるんだよっていうのを、そういった情報があったことで、やっぱり保健の活動にはとっても役立ちました。で、病院がどこが空いたよ、バスが出たよっていう情報ももちろん大事なんですけども、行ける方は行けるんですよね。で、本当に具合の悪い方、支援が必要な方っていうのは声が上がらないので、先ほど自分のことと思うか他人のことと思うかという話があったかと思うんですけれども、自分のまず安全確認できて健康は大丈夫だった時に、じゃあ隣の人は3軒先の方はどうなんだっていうことを聞いて、の方は本当に気にかけていらしたので、そのあたりかなっていうのを感じました。確かに本当キリキリの人はですね、これ地図見てもこれはどういう人だって全部言えるんですよね。それは普段から地域の行事とかも非常に濃厚に行われているっていうのもあるんですよね。今なんか個人情報保護法っていうのが間違ってこう解釈されてですね、出さないっていうふうになっちゃってるんですね。私よく言うのは、出さないってことはいざという時に把握されなくて支援の手も来ないっていうことと同じで、リスクをそこは分かってくれないと、その分かった上でやらないっていう、その選択権は確かに個人情報保護では決められてるわけですけれども、出さないし煩わしいこと日頃嫌だけども、いざという時はよろしくってのはダメですからね、なんてことを言ってるんですけれども、この辺がですね、なかなか難しい。煩わしいっていうことは、普段煩わしいことは最終的にはいい意味で大きなお世話がいざという時に返ってくるっていう、この辺の認識をですね、我々これは日本全体の話だと思いますけども、やはり持っていかないといけないんだろうなっていうふうに感じます。最後にですね、
まあ、宇佐さんの方からですね、そういう意味であの伝統芸能のお話もありました。コミュニティ復興のために、これは非常にですね、面白い視点ですけども、私はその通りだというふうに思います。やっぱり日常のこの地域の行事だとか季節行事とか、こういう足元のことを多分やっていく中で、ふるさとの愛着であったりコミュニティの足元が固まっていくことだというふうに私なりにまあ解釈させていただいたんですけれども、宇佐さんの方からちょっと、コミュニティの再生に向けてのですね、いろんな方策やお考え方についてちょっとお話をいただいてもよろしいでしょうか。私最近その社会政策を専門にしている先生からこのマンションでコミュニティを形成するにはどうしたらいいのかって、真剣になってこう質問された経験がございます。で、社会政策の先生方でさえも大変苦労されてるっていう実感を私は持ってました。で、それはもう難しい、即答できないんですけど、でそこで、まあ、言えるのは、市長さんおっしゃいましたように、東北では昔からそこに皆さんの気持ちを一つに固めるつなぐ伝統芸能があるので、それをつながりとしてツールとしてですね、私はやってきました。でも今そうですね、都会の方が現在東北で一生懸命その連続地域のコミュニティ作りで一生懸命頑張ってます。ですからそういうところ、私はもう専門じゃないので分からない、その一生懸命そのコミュニティっても狭い大津市ではですね、町方と 山の方と海岸では全く違います。住んでる人性格全く違います。そういう中で一つに束ねるっていうのは本当に大変な思いをしているんですけど、でも亡くなったところを一つにするっていうことは、それはみんなが考え、みんながですね、同じ目的ですので、まあ、うまくその地域のいろんなお祭り、それをよりどころにしてまとまってるんですが、私自身今東北で被災地で多くのコミュニティ作りのために汗を流して頑張っている人たちのことがですね、これから千葉とか大都会の、方々が本当に参考にしていただいて、そこで、例えばその千葉市のいろんな地域があって、そこの地域に根ざす何かがヒットがあるようなこう気がするんですよ。で、千葉市全体で、コミュニティってどうしようかっていうと、その地域に根ざした何かがあるはずだと私はこう思っているんです。ですから例えばその、鳥越会長さんのところでは昔から何か皆さんの心をつなぐためのいろんな、方策が あるのかなって、そのためにはちょっと時間をかけて頑張らなければならないのかって、そういう思いをしながら今こう聞いておりました。すいません、回答にならなくて。ありがとうございます。まあ、そういう意味ではですね、こう本当に一言だと思わず自分のことというのが何回も出てきましたけれども、やはり最終的にはまあそこにつながってくるのかなというふうに思ってます。まあ、今回こういう場所をですね、まあ、ある種行政の方として用意させていただきましたけれども、まあ、本当はですね、この後いろんな地域地域でですね、思い思いでこういう考えようじゃないかという集まりがいろんなところでポン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 小さくとも起きてくるということが私は大事なんだろうというふうに思っております。今日ご出席いただいた方にはぜひですね、地元で井戸端会議レベルでも私はいいと思います。ぜひそういうことをやっていただきたいということと、何よりそういうことをするにはやっぱりふるさとが好きでなければやっぱりいけないということですよね。悪口を言うのではなくというお話もありましたけれども、やっぱり自分の居場所を好きになって、気に食わないところがあるんだったら自分たちで何とかしようというその行動が、まあ、最終的には地域の絆にも、まあ、結びついていくのかなというふうに思ってます。まあ、我々行政もそういうふうに思ってもらえるような街づくりをしていかなければいけないと思いますし、これは住民だけでも行政だけでも一人だけでもできない話だと思います。そういう意味ではみんなでですね、
そういうふるさとを愛して、いざという時に自分のことだと思って活動を行動できる、そういうですね、地域づくり、千葉市づくりをして、そしてまた同時にですね、東北についてこれも自分のことのように支援をずっとしていくと、心を寄せていくということだと思います。今日は中央公園の方にですね、そういう被災地の支援のためにですね、淑徳大学の学生さんなどにもご協力をいただいて、被災地のいろんなものを売っております。それが被災地支援に変わるということで、それから当日の写真展ですとか防災のための知識、そういったもののですね、パネル展示をなどを中央公園でやっておりますので、もしお時間ある方はですね、お寄りになっていただいて、またいろんな気づきをしていただければというふうに思います。今日はですね、大変素晴らしいパネリストの方であるにもかかわらず、十分に全てお話をしていただくことができない時間設定で大変申し訳ございませんでした。ぜひですね、これからも皆さん方で大いにそういう意見、この日を忘れずに進めていければというふうに思っております。今日は忙しい中ですね、本当にお越しをいただいてありがとうございました。我々としても大変感謝をしております。ありがとうございました。お帰りの際にはお忘れ物を